および、ナバラ王としては、フェリペ一世整った顔立ちのため、短霊王と称される。官僚制度の強化に努め、やがて絶対王政へとつながる、中央集権化の第一歩を踏み出した。対外的には、毛織物業で栄え経済的に豊かであった、フランドル地方の支配を目指し、フランドル諸都市の市民と激しく争った。ローマ教皇とも対立し、 フランス国内の支持を得て、アナーニ事件を起こし、最終的には、教皇権を王権に従えて、教皇庁をアビニョンに移し、また、テンプル騎士団を異端として弾圧し、解散に追い込み、後世、教皇を紛失させた王として一部より悪評を得る、こととなった。これらはそれぞれ、教会の朝税権に対する権益拡大と、騎士団財産の没収を意味した。また、フィリップは、 パリコート法院を創設して売館できるようにしたり、産部会を設置して市中からも資金を吸い上げたりした。フィリップは法権関係の頂点に立ち、国家の防衛や国益のために従来の慣習を超えて行動した。1268年、フィリップ三世と最初の王妃、イザベル・ダラゴンの子として生まれる。1276年に兄のルイが皇居したため、 幼少時より、次期フランス王として育てられた。1284年に、ナバラ女王ジャンヌと結婚し、ナバラ王国とシャンパーニ伯領を支配下に収めた。シャンパーニ伯領は本領である、ビルド・フランスと隣接しているため、両者の統合を図ることにより、王の直轄領は非常に強化されることになった。翌1285年に、 アラゴン十字軍の遠征の帰りに病没した父、フィリップ三世の後を継いで即位した。なお、アラゴンとの争いはナポリオ・カルロ二世に対する義理立てであり、1291年に条約を結んで終結している。フィリップ四世の知性は中世ヨーロッパ王権における一つの転換期となっており、それまで普遍性を主張してきたローマ教皇や神聖ローマ皇帝の権威が、 相次いで衰退した時期にあたる。フィリップ4世はこれらに代わって、君主権の強化を図り、従来の聖職者に変えて、レジストと称される世俗の放送化を官僚に、採用するなど官僚制度の強化に努め、中央集権化を進めて、近代的な国家形成の先駆けとした。教皇のアビニオン補修やテンプル騎士団の解散など、従来の教会権力に対し、 強大なフランス王権の存在を誇示したが、裁判年には国王に対する封建諸侯の反動が起こり、イングランド王との領土問題も未解決のまま残され、広大に課題を残した。1294年、フィリップ4世は、フランス南西部、ガスコーニュや北東のフランドルに勢力を伸ばそうとして、イングランド王エドワード1世を相手に戦争を開始した。 1294年から1299年まで続いたギュイエンヌの戦いでは、エドワード1世の関心がスコットランドに向けられ、フランスでの戦争は望んでいなかったため、アキテーヌ公としてフランス王に侵入することとガス購入の確保で馬睦した。フィリップ4世の関心は、経済的に豊かだったフランドルにあった。1297年からは、フランドルの都市市民や、 それを支援するイングランド王と激しく争った。フランドルは毛織物の生産により、ヨーロッパ経済の中心の一つとなっていたが、原料である羊毛をイングランドから輸入していたため、イングランド王との関係が深かったのである。フランドル博はもともとフランスの封建進化であるが、しばしば対立しており、当時のフランドル博、リード・ダンピエールは娘を、 イングランド王大使エドワードと結婚させようと、密かに動いており、フィリップ四世はこれを破断にするようギーに強要したが、ギーは最終的にこれを拒否し、イングランド王と結んで反抗した。1300年には外交渉中に捕らえられ、その後遊兵されたが、フランドルの諸都市は同盟を組んで、フランス王に抵抗した。年のコルトレークにおける金白の戦いでは、 騎士団を中心とする優勢なフランス王軍は市民の不評が中心のフランドル軍に敗れているが1305年のリール近辺のモンアンペベルの戦いでは微妙ながら優勢でありその後も両者の抗争は和睦と戦闘を繰り返しながらフィリップ四世が崩御する1314年まで続いたこれらの戦役では王帝のバロア・ハクシャルルが指揮官として活躍した この戦争で必要となった膨大な戦費を調達するためにフィリップ四世はフランスで初めて全国的課税を実施し税はキリスト教会にも課せられた。戦費調達のための教会課税は教皇至上主義を掲げるローマ教皇ボニファティウス八世との激しい対立をもたらした。敬けなキリスト教国フランスは教皇庁にとって収入源として 重要な地位を占めていたため、教会課税は教皇にとって大きな痛手だったのである。そのため、ボニファティウス8世は、1300年を青年に定めて、盛大な祭典を挙行し、全聖職者のローマ巡礼を強制して、死後の天国行きを確約した。そのため、ローマは何万という巡礼者で溢れ返った。さらに、ボニファティウス8世は、1302年に、 ウナムサンクタムという強行会直を発し、強皇の権威は他のあらゆる地上の権力に優越すると宣し、さらにフィリップ四世に対し強皇の命に従うよう促した。1三百二年、フィリップ四世は国内の支持を得るために聖職者、貴族、市民の三身分からなる三部会と呼ばれる議会をパリのノートルダム大聖堂に設け、フランスの国益を宣伝して、 支持を求めた人々のフランス人意識は高まり、フィリップ4世は反ヨーロッパ的な価値観を強要する強行に対して国内世論を味方につけた。これに対し、怒ったボニファティウス8世はフィリップ4世を破門し、フィリップ側も悪徳強行団外の公会議を開くよう求めて、両者は決裂した。1303年、フィリップ4世は、 復讐のレジストギオームド逃れに命じ、教皇の捕獲を図った。逃れの両親はかつて異端審問裁判で家計に処せられていたため復讐に燃えており、教皇の性敵で財産没収と国外追放の刑を受けていたコロンナ家の一族と結託してローマ市南東方の教皇利休所在地のアナーニを襲撃した。逃れとシアラコロンナは、 教皇後座所に侵入し、ボニファティウス8世を異端者とメンバーして、大尉を迫り、弾劾の公会議に出席するよう求めた。教皇捕獲には失敗したが、恥かしめられたボニファティウス8世は憤死し、1305年、フィリップ4世は次の教皇に、フランス出身のクレメンス5世を擁立した。ボルドーの大司教であった、新教皇クレメンス5世は、 当初からフィリップ4世の強い影響下にあり、その遠いもフィリップが臨席した上で、リヨンにおいて行われた。クレメンス5世は、一度もローマに入ることなく1309年、ローマ教皇庁を、フランス南東部のアビニョンに移した。アビニョンは当時ナポリ王国の所有する都市であったが、フランスの強い影響下にあり、これを、歴史上、アビニョン補修と呼んでいる。以後、 約70年間、教皇庁は、アビニョンにあって、教皇権は、フランス王の強い影響のもとに置かれることとなった。1307年10月13日に、フランスに呼び出した、テンプル騎士団総長、ジャック・ド・モレーを含むフランスにおけるテンプル騎士団のメンバーを一斉に逮捕した。拷問による異端審問を行った後、教皇クレメンス5世に働きかけ、テンプル騎士団を解散させ、 フランス国内の資産を没収した。1314年には、モレーラ騎士団の最高幹部を異端として家計にした。テンプル騎士団の解体は、フランスなど各地に広大な所領と権力を持つ反ヨーロッパ的な騎士団の存在が、中央集権を目指す王権の障害になっていたほか、騎士団の資産と、その金融システムの獲得が目的だったと言われる。家計の際、 モレーはフィリップ4世と教皇クレメンス5世に呪いの言葉を発したと言われる。同年、フィリップ4世は狩りの最中に脳梗塞で倒れ、数週間後に生誕地のフォンテーヌブロー宮殿で崩御した。同年にはクレメンス5世もよう去っている。遺体はサンドニ大聖堂に埋葬されている。しばしば合理的だが貪欲で告白な人柄であるとの評価が下される。 ナバラ王国とシャンパーニ白領を確保するために、火のジャンヌを独殺したのではないかという噂が流れたこともあった。その一方で、王としては、フィリップ二世やルイ九世と共に中世フランスの名君という評価がある。フランスでは、聖なる、聖ユイレ、ユリの花、王妃が神聖ローマ皇帝に対する対抗の象徴であり、フィリップ二世、ルイ九世のみならずフィリップ四世もまた、 一貫して、いとも経験なる王たることを主張して、自己の王権を権威づけたのである。パミエの司教、ベルナールセッセの人物表は、ワシミミズクのような人物。この上もなく美しいが、取り柄のない鳥である。ただ黙って人を見つめるだけなのだからというものである。フィリップ四世が控えめで寡黙な王であったことは、同時代の残した記録によっても裏付けられる。1307年。 フィリップ4世は、テンプル騎士団への対応をめぐって、ポアティエで、クレメンス5世で会談を持ったことがあった。教皇は、騎士団の解体に慎重で、フィリップ4世から、詳細な説明を受けるものと思っていたが、実際は部屋を横切る本の少しの間話しただけで、主要な協議はすべて教皇と顧問官の間で行われた。常実の通り、フィリップ4世の知性には、 時代の転換を告げる、画期的な事件が次々に起こったが、王の科目さゆえに詳細が明らかになっていない側面がある。また、フィリップ4世の役割についても、国王は何ら積極的にかかわらず、全てはレジストたちが暗出したことであるという見解と、国王は表面に出ることを極力抑えながらも、背後で全てを統括していたという見解とに分かれ、議論の対象となっている。 ボニファティウス八世との確執やテンプル騎士団の解散をめぐる修文から目的のためには手段を選ばない合理主義者のように見なされがちであるが個人的には極めて敬虔なキリスト教徒であり祖古い旧世の劣勢に尽力し十字軍による聖地打開を夢見ていた晩年になって王妃ジャンヌが死去した後は巡礼に赴き断食の供養を行い また、修道院をいくつも混流している。フィリップ4世にあっては、稀に見る傲慢さと、稀に見る経験さとが同居している。一見互いに矛盾しているように見える二つの性格は、フランスこそがキリスト教圏の中心に位置し、フランス王こそがヨーロッパ省の中で最も経験なキリスト者であるという確信によって結びついていた。このような論理に立脚すれば、 フランスに奉仕すること、王に中勤を尽くすことが、とりも直さず、カトリック教会を守り、キリスト教を守護していくことに他ならない。そのためには、たとえ相手がローマ教皇であろうと戦うことをためらわない。ボニファティウス8世は、前任のローマ教皇ケレスティノス五世を暗殺したとも一部で、伝えられており、その正当性には疑問が持たれていたのである。 王妃ジャンヌとの間に七人の子を設けた。ジャンヌと死別した当時フィリップ四世はまだ37歳と若かったが再婚はせず、妻との思い出に生きた。ルイ十世フランス王、マルグリット没年の1294年、3から4歳でフェルナンド四世と婚約していた。ブランシュ・フィリップ五世フランス王、シャールル四世、カペー朝最後のフランス王、 イザベル・イングランド王・エドワード2世と結婚、ロベール聖人に達し得た息子3人は皆、相次いで、フランス王となったが、彼らの子供の大半、特に男子が全員溶接したため断景は途絶え、最終的に、カペイ長は断絶する。また娘イザベルは、イングランド王・エドワード2世の王妃となり、後に、イングランド王家が、フランス王位を請求する100年戦争の遠因となった。 1328年に男子なく、シャルル4世が死去したとき、フィリップ4世の子女のうち、イザベルだけが存命であったため、女子相続を認めない、フランスの慣習からすれば、イザベルの子エドワード3世に、フランス王位継承権が移ると考えられたためで、あった。ナバラ王位は、ルイ10世の娘ジャンヌによって継承された。ありがとうございます。